あれ行く？この世界は完全に、うん。はいはい。最近読んだ話、まあ、マリジュ結構つい最近読んで、あ、結構おもろいと思って一気に読んでけど、うん、今読める分までなのかな？ちょっと前ぐらいまでしか読めてないかもしれへん。俺はな、コミックデイズのアプリでしか読んでないな。あー、なるほど。ね、話的にはどこまで俺読んだんかな。なんかすげえ深い階層から出てきたところ。出てきて、いや、どこまで読んだかな。そう。ちょっとね、あそこの最新巻になるのかな。7巻相当部分かな。がいまいち、だったんやけどね。で、これももともとは、うん、LINE で、この同じ人の佐藤正道さんか、の、うん、所詮人事ですからって、あの弁護士のやつ。持ってるわ、Kindle で。ああ。あれが LINE で見れてるようになってて、LINE コメントで。そう、君から教わってから LINE コメント結構、一緒に見て。で、あ、これおもろいと思って、読める分ババッと読んで、で、同じ人のやつで調べたときに、そう、これが、この世界は不完全すぎるが出てきて、で、これもネカフェでザッと読んだんやったかな。うん。で、そうそう、なんか、なんだろう、この、ある種の異世界ものなんけど、一応まだゲームっていう側は残したままで、しかもデバッカーでみたいな話が、入り口としては面白いなって思って入ったって感じかな。まあ、フルダイブの、うん。VR ゲームから出れなくなりましたみたいな。そうね。まあ、今となっては、自体はね、感じの設定じゃあるんですけど。パターンとしてはある。ただ、この漫画自体は結構好きやねんけど、そう、このタイプで、ちょっとよく思うのが、うん、その、NPC の扱いが、うん、なんかね、腑に落ちないっていうか、うん、結構引っかかることが多くて、うん、その他の漫画でもよく似たようなタイプで感じるんやけど、この漫画でもちょっと感じたのが、それこそその一番新しい巻で、うん、その、すげえ地下旋回みたいなとこから帰って、来た後の話になるじゃん。なんかしばらく時間経った後みたいになってさ。めっちゃ俺、あの時、流し目でしか見てないからあんまり覚えてないけど。あ、そうなんか。ちっちゃい女の子おったよね、なんか。そう、最初に助けた女の子？あれ NPC やけど、なんか NPC らしからぬ成長しているみたいな感じの話やったような気がすんねんけど。で、なんやろうな。そう、NPC って、本来で言えばゲームで設定されてる人やから、うん、なんていうかな。その、設定されてないことやったら何にもしてないはずじゃんって思ってしまうのよ、僕は。なんか視点として。まあ、ここはなんとかの村だよってこう喋ってるだけの人とか、ね。そうそう。で、そうじゃない変化をするのってもう、自我を持ってるみたいな感じ。で、うん、キャラクターとか一般のモブとか、モブっていうかその、別人として描く場合は全然ありやけど、ゲームの中の世界だよ、そして NPC だよ、こいつって言ってるのに、うん、なんかそういう振る舞いをされると、うん、ん？って感じてしまうの。なんかそれは、だったらなんか、なんだ、そういうキーキャラクターだという位置づけとか、まあそういう AI がついてるんだとか、なんでもいいけど、で、生地この漫画ってさ、そのほら、T ポーズだとかバグの話でさ、うん、その設定しないことはおかしくなってるみたいなのを一応描いてたじゃん。うん。だからそれなのになんか、こいつだけ、まあ多分後々になったらこいつは特別だったんだっていう話になるんやろうなとは思うけど、うん、それにしたらただただ人間臭いなって感じなのよ。なんていうか。だってこれだったらなんか、なんだったら開発者が本当は後ろで、NPC やけど後ろから入ってたぐらいの設定するやったらわかるけど、
いちいち NPC って言ってながらこれをやる意味がよくわからん。いわゆる普通の、漫画でいうサブキャラみたいな位置づけと変わらん扱いをしてるのが、なんかもったいないというか惜しいな、みたいな感じがするっていうか。他とのズレを感じるっていう感じが。他のところはこれはゲームだからみたいなのを結構言ってるのに、そうじゃないところがあるのが、なんだろうなーとか、って、ちょっと、と思ったって感じかな。難しいのが、今この漫画におけるこの世界が本当にゲームの中かどうかって分かんないじゃないですか。一応それらしき設定はしてるけど。おー。なんかな昔なんか、めっちゃタイトル忘れたな。ゲームの世界に飛ばされたと思ってたけど似たような別の惑星みたいな、なかったっけなんかの作品で。あれ名前何やったかな。おー。あ、なるほど。その解釈言ってなかったな。っていうのもだって、ほら、バグが治ってるっていう描写あったじゃん。報告したらちゃんと。あれも、オーバーロードとかもそんな感じじゃない？で、そうそう、オーバーロードも俺、ちょっと思ってんけど、ただあれは、そう、一応ゲームの、がサービス終了で、切れずにそのまま残ったって設定やけど、実際今、あいの、世界はゲームの中なのかっていうのを一応探してる途中じゃん、オーバーロード自体が。俺が知ってるゲームやったらこうやったけど、この世界はちょっとちゃうかも、みたいな感じでやってたじゃん、確か。うん、だから、そういう意味では、ゲームの中かどうかはっきりしてないから、なんかギリギリありかなと思う。そう。本当全く同じこと思って、オーバーロードに出てくる NPC 敵、てか、あれはほら、主人公一人以外、一応基本は全部 NPC っていう設定じゃん。確か。うん、特に何だったっけな、なんか女の盗賊みたいなやつで、なんか殺戮楽しむタイプのやつがいて、なんだっけ。クレマンティーヌかなんかそんな名前だったと思うんだけど、あいつがなんか出てきた時に結構それ感じたのね。あれこいつ NPC やろめっちゃ人間くせえやみたいな感じの話、まあ、そこ結構微妙はないんでさ、その、こういう世界観の漫画で語られる NPC ってイコール AI よなって思うねやんか。だから、なんつうの、プログラマーが設定したプログラム通りの動くキャラクターというよりかは、その世界観を構築するために作られた AI っていう感じでしょ。ああ。だからまあそれぐらいやるよねってこと。うん。で、そこに自我ってものはないねんけど、一応幅を持たせられた、この枠の中で、それらしき行動をするように考えられている AI みたいな感じなんかなと思うねんか。っていうのを、にしないと、その登場人物、主人公以外の登場人物が、プログラムされた行動しかしてなければ、単純に物語的に破綻してしまうから、なんかなんやろ、そういう、そこなんかもう前提みたいな感じで進むよねと思う。そこはもう、違和感なく受け入れてしまってたけど、俺は。あ、そう。まあ、言ったら俺たちがそのドラゴンクエストの世界に入ったらさ、なんか、ここはなんとかの村だよってやつに、この何回話しかけても同じ話しかしないっていう、そういう漫画もなんか見たことあるけど、そうなると、それってすごいシュールな世界になるから、おそらく、描きたい話ではなくなってしまうから、そこは都合よく、なんか、ノンプレイヤーキャラクターイコール AI みたいな設定にしてるよなっていうのは、自然と受け入れてたけどね、そこはね。そっか。いや、なんか、そういう、あえてそういうところを残してる部分もあるなと思ったんで、この作品って、さっきのそのバグ云々のところとかも含めて。なんか、そういう部分と、なんか都合良い部分が、まあ、あかんことないねんけどな。別に、都合良い部分あっても、そんなところに縛られてお話面白くなくしてもしゃあないねんけど。まあ、この漫画の中の、このゲームが、どの西暦のゲームやねんっていう話もあるから。まあな、まあでもフルダイブって言ってる時点で、今さっき言ってた、それぐらいのキャラの AI は、備わってるやろっていうのもまあまあわかるねんけど、なんだろうな、わざわざゲームの中の世界だよって言っているのと、普通にじゃあファンタジーにしてもよかったじゃんの境目がようわからんくなるな、みたいな感じ。まあそれはあるね。
まあ、そこら辺突き詰めていったらさ、例えばその壁抜けとか、なんかそういうゲームらしきようエピソードとかあるやんか。あったね。物を持ったままみたいなとか、ね。多分、なんか、ゲームの中という軸で見るのであるならば、ノンプレイヤーキャラクターたちは、その壁抜けを起こしてるその事柄って認識できひんはずやねん。NPC はね。そう、はいはい。あくまでプレイヤーから見たバグやからそれが認識できることであって、うん、そのプログラムの世界の中で生きてるキャラクターは、その世界の中にバグがあったとしても、それを変な事柄として認識できひんと思うねんな。で、この漫画の中では、ニコラやったっけ、女の子。ニコラもなんか試すやん、壁抜けれるんちゃうかって、ハガさんと同じことやってたら壁抜けれるかもみたいな感じでさ。あったなぁ。まあそういう意味では、その時点でもお前自我持ってんじゃんって話になるから、それ人と変わりないじゃんっていう話にはそらなるよなと思うねんけど。やっぱこいつがちょっと特殊なやったらまあわかるけど。まあそれ明らかに特殊でしょ、このニコラは。まあね。意思を持ってるからさ。になってたりするし。うん。そうね。そこら辺が、まあどういうふうなね、まだ、こう、どんでん返し的なんで、実はこれ、こいつはこういう存在だ、特別な存在だったっていうのも全然あるから、あれやねんけど。そう、若干その、なんだろうな、ちゃんとやっぱお話をうまく持っていこうとすると、そのゲームの中っていう設定が薄らいでいく感じがあってもったいねえなっていう気がするかな。まあ、こだわって面白くなくなるよりはいいんだけど、とか思いつつ。あと、この、そう、今、ちょっと、最初の方チラッと見てて思ったんやけど、この人の敵キャラのデザインってさ、うん、なんかすごく悪意っていうか、あの、うん、ですね、最初の方に出てきたあの、ドラゴン、うん、踏みつすやつとかが、変身するときとかってすげえあの、何、チンコっぽいじゃん。思わんかった。どこ、どこ？あのね、そのニコラが最初の街で襲われるドラゴンが来てさ、街を潰すイベントで来るときにさ、最初なんかでかいオオサンショウみたいなオタマジャクシみたいなやつやねんけどさ、うん、なんか口の中から、口開けたらなんか中に、あの、縦に割れたりしてさ、なんかこれ皮むけたらチンコやんみたいなデザインなんだね。どれや？ああ、はいはい、ああ、はい。なんかね、要所要所でね、結構変な悪意のあるデザイン、悪意じゃないな。そういうね、なんか変なデザインをしてくるなって思って、はいはいはい、あの、感じの。そう、なんかね、どっかにもね、そんなモンスターおって、あの、ほら、目がギョロッと出てて、うん、ピエロの足みたいなのがついたやつ。なんか、見張りみたいなやつがどっかでおったんやけど、そいつらも気持ち悪いっていうか、すげえ嫌悪感あるデザインだな、とか、思ってけど、生理的にちょっとうって思うタイプのデザイン。でもね、ちょっと出してくるんよね。なんだろ、この感じ、とか思ってんけど。あれ、どこやったっけな？そう、なんか、こいつら、仲間を呼ぶ、みたいなとこでやってんけど。いや、それ、まあ、それも含めて、面白いけどね、この話みたいな。うん。でも、これ、うん、ほんま、毎週、読んでるんですけど。ほう。未だ若干目的わからんよな、この漫画。ああ。未だ謎が一つも解明されてないしさ。そう。ね。一番の謎ってあれよね。なんでこいつら出れへんのっていうのと、うん、でもバグレポートは受け取られ、修正されてるってことだもん。うん。これ気持ち悪いよね。その割には開発者側から何の音沙汰もないわけでしょ、うん、バグは治ってるけど、みたいな。気持ち悪いな、確かに。そう、視点はな、面白いな、とか思って見てた、ね。本当、なんか、ゲームの中で巻き起こるエピソードっていうのが連続してるだけやから、現状。うんうん。結構、その、ストーリー展開的にはフラストレーションですよ。何も判明してないし、何も解決してないっていう。うん。
その、謎だけが。おう、あの、なんだっけ、NPC 化するっていう話も、よう考えたらめっちゃ怖いしな、もうな。人間の字がなくしてるやん、なんか意図的に。うん、そう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 。これ、ね、その、プレイヤーはどうなってんのかわからん、みたいなね。うん、普通に考えたらめちゃめちゃ怖いんだよね。毎回が引きのエピソードしかないから、ちょっとそこなんか、欲しいなぁとは思うけどね。ああ。そろそろ。なんか、でもなんか、結構そう、クライマックスに向かってんのかなとか思いつつ。そう、急にね、そう、時間飛ばしたからね、あの、1000回から、うん、1000回から脱出してきた時にね。ちょっとびっくりしたのそれ。そもそもだってね、このフルダイブで何年も経ってるっていうのは、現実世界で体どうなっとんねんっていうのもあるしね。まあそっちが同じ時間軸で進んでるのか知らんけど。うん。で、まあ突っ込み出したらちょっとね、キリがないんやけど、まあ。うん。それもヤバなのかもな。どうなんやろね、そのゲームの中だけの話として完結するのか、現実世界を絡めて展開していくのか、そこも分からへんからな。確かに。まあ言ったら、そのゲームの世界に閉じ込められているということ自体が事故なのか事件なのか、誰かの、な、誰かの意思でそうさせられてるのかも分からへんし。どう展開していくんやろ、なんかそこら辺の片鱗をちょっと見せてほしい気はするけど。ああ、はい、はい。実は主人公はデバッカーと思ってたけど、こいつ自体もゲームのキャラとかさ、なんか。ああ、なるほどね。そういう落とし方ね。なくはないね。うん。どっち方面に行くんかがわからんのよな。なんかほんとゲームという設定の中で巻き起こっている不思議なエピソードが連続しているってだけで。言うように、そのニコラが NPC の割になんかアサシンになったりとか、そう。NPC なしからの動きをしてるというところでなんでやろうっていう気持ちでこう見てるけど、うん、そもそもそうしての前提が、俺らが勝手に巻き込んでる前提かもしれへんからさ。ああ、確かにね。そこの匂わせなんかちょっと若干欲しいな、今。ああ。確かに。そうか。それそのものがミスリードなのかもしれんね。ハガモなんかデバッカーの役割をやってますって言ってるけど、なあ。これ自体が何かこう、ミスリードの何かの可能性っていうのは大いにあるわけで。うん、なくはないな。どっちにも触れる状態ではあるよね、現状。どうでも。確かに。でもそう、攻略にそのゲームの仕組み、その無限ループとか使ったりはしてるから、うん、仮に本当そういうやり方してるんだったら、なんか逆、ほころびが起きそうやんけ。どうすんやろうな。なんかちょっとどっちの方向に行くかちょっと見せてほしいな。そろそろ。結構、感としては難関出てんねや、これ。感としては、7、結構出てるやん、もう。ね、確かにね。どれぐらいのペースで書いてんの？この人、ちなみにもう一個のさっき最初に言ったあの、所詮一言ですからのやつ。あれもまだ終わってないよね。終わってんのかな？終わってない。あれが、だ最近2巻出たんちゃうかな。あ、じゃあ並行で書いてんのか。あっちは原作が違うんやったっけ？原作はなんか弁護士の人やったんちゃうか。あ、でも、協力みたいな、後書きみたいなんだよな、ね、ってこと。あ、弁護士のやつの方は、うん、なんか3人ぐらい名前あんな。うん、これはだからあれかな、原作がこの人みたいで、なんか作画が違うくてか、どうなんかこれ原作をしてるんや。あー、えー
お、そうなんや。ええー。いや、この俯瞰、この世界は完全すぎるなんて、多分絶対その自分自身もデバッカーとしてやった経験があるから書けるんやろなとか思って、見てたけど、うん、知識だけでは多分わからんじゃろ、こんなのとか思って見てたけど。まあまあまあ、そうだね。ちょっとどういう風になっていくか気にはなるな。結構ペース早く書いてんのこれ。週一、各週に1回か週1かじゃないか今、うん。俺はコミックデイズの更新しか知らんからな。どう？でもこの絵でそのスピードは結構すごいね。それはそれで。各週に1回ぐらいですね。